今のニュースでもありました各地で記録的豪雨が相次いでいます昨日は市川県小松市で1日の雨量としては観測史上最大の199.5ミリ1万3000人余りに避難指示が出されたということですよね、はいうん えー、ということで、えー、先ほども言いました、このコーナー、今日のニュースなツボは、この大雨に注意してくださいねという話をちょっとおさらい毎年ね、やっぱりこの時期は雨が多くなりますので、よくやってるんですけれども、うん、改めて、特にあの今回、いろんな被害も出ておりますので、うん、確認してみましょう、はい、ということなんですね。うんえー 局地的な大雨ってよく言いますけど、これは、あの、もうちょっと具体的に言うと、狭い地域に比較的短時間にものすごいたくさんの雨が降る現象のことを言います。で、さらにそれが時間的に長くなると、今度は集中豪雨っていう言葉になったりなんかもしますけれども、ただこれね、あの、細かい数字なんかでのこの定義っていうのは、どっからどこまでがじゃあ局地的な大雨で、どっからどっか集中豪雨かそういう的は、えっ、ー、と、今のところないと。 いうことなんですね。で、さっきもあのー、小松市でっていう話ありましたけど、名古屋でもありましたよね。うん、1>, 1時間に57.5ミリ、非常に激しい雨降ったのが、先週の木曜日です。7月25日の夜。うんうん、もう道路冠水とか、電車が止まったり、いろんな被害が出ました。はい。はい。で、あのー、全国的にこのように東海地方、それからいろんなね、あの、東北、中国地方なんかでも大雨が相次いでいます。ちなみに名古屋は、 この雨の観測地点っていうのは、うん、えー、名古屋市千草区になります。これは名古屋地方気象台がある場所というところで観測してるからなんですけれども。たださっき言ったその7月25日の雨のその記録っていうのも、この千草区の気象台で観測したもので、えー、ですから局地的ってことは本当にキュッと集約された場所のみっていうことになりますから、ちょっと離れた。もうちょっとってほら、もう名古屋駅周辺なんかでは、そんなに雨は降ってなかったんですね。うん、そういう時に、ま、ばーっと集中的に 箇所のところでタワーッと降るということがあるわけです。で、この1時間57.5ミリって名古屋で降った雨っていうのはどういうものかっていうと、うんうん、この時はね、午後7時20分から40分という、まあ20分間です。あっという間の時間ですけど、そこで52ミリ降りました。うんうん、もっと細かく言いますと、うん、えっと、最初の10分。 7時36分までの最初の10分間だけでも30ミリ降ってるんです、うん、だ10分間の雨の降る降水量ですね、うん、としては統計開始以来、最多の記録を作る雨となったということで、うん、どんだけだからやっぱり、時間的にもきゅっと短い時間に、かなり狭い範囲に、どうと降るかっていうことが分かりますよね。ここ、うんね、こういい。っっった雨ってやっぱり夏場に起こることが多い ですけれど、どうしてかって言いますと、うん、大雨っていうのは、発達した積乱雲、いわゆる入道雲ですよね、うん、によってもたらされます。これ原因はいろいろなんですけれども、うん、特に夏場は、その雨雲の材料となる水蒸気をたっぷり含んだ空気っていうのが、地上付近にわっと流れ込みやすくなるので、うん、いわゆるこの入道雲が発達しやすくて、大雨も降りやすくなると。 うんうん、いうことなんです。で、これやっぱりね、極、もう本当に局地的なってさっきはよく言ってますけど、うん、そういう現象なので、予測が非常に難しい。ブクブクブクっとできて、バーッと降るみたいな感じなので、うん、予測がなかなか難しいということなんです。だから、ここにできましたよ、降りますよっていうのは難しいんですが、ただ、天気予報で注意したいのは、そういうことが起こりやすい状態ですよってことはよく言ってくれます。うんうん、天気予報で表現される言葉としては、うん、大気の状態が不安定、うん、っていうフレーズ。 あ、それ聞き覚えのあるフレーズですよね。ねこの言葉を聞いたら、そういう、えー、大雨極地的な大雨集中豪雨が降りやすいなというふうに思っていただいても結構です、うん、ということなんですね。うん、じゃどんな注意をしたらいいのかということなんですが、うんうん、あのまずこのふっバッと一定期間えの 短期間にバッと降ると、降った雨っていうのは一気に低い場所に流れ込みますよね。うん、ですから、それにそ伴って下水道などに流れ込んだ水が許容量を超えてしまうと。 で、外マンホールが水の勢いで開いたりとか、速攻が溢れたりってこともあります。はい、道路が冠水すると、その速攻との境目が分からなくなったりして、非常に危険です。うんうん、車、ね、水没する恐れもありますから、まあ、車乗っていれば安全かなって思わないように気をつけてくださいね。うんうん、それから河川の増水氾濫も注意が必要ですね。で、これね、自分のいる場所で雨が降っていなくても、 川の上流で雨が降っていた場合、そこからわーっと一気に水かさが増すということもあります。特に夏場っていうのは川遊びに出かける方も多いと思いますので、うん、今雨降ってないし、大丈夫かなーなんて思っていても、上流で降ってるかどうかっていうのは、ちょっとチェックが必要ですね。うん、水が濁ったり、生臭い匂いがしたりなんかすると、もうさらに要注意ということで覚えておいてください。うん、はい。そして、えー、雨の強さとこの降り方についてなんですけれども、うん さっき言いました、この7月25日に降った大雨、1時間に57.5ミリですね、名古屋で降りました。これは非常に激しい雨と表現されます。車の運転は危険で、山間部では土石流の危険もあるという、そんな降り方だったんですね。大雨が予想されるときに、気象台からは警報や注意報に先駆けて注意を呼びかける気象情報っていうのが発表されます。ここで具体的な雨の量、例えばね、愛知県西部、 っけ方までに多いところで1時間に30ミリなんていうふうにこ,れこういったような感じで示される場合があります、うん、で通常の積乱雲は局地的にざっと雨を降らせるパワーっていうのを持ってますが雲は風に流されて同じ場所に長時間とどまることって少ないですよね、うんはい、ただねそうは言っても例外があるんですあのあの皆さんん覚えてらっししゃるかもしれませんが去年 えー、7月に起きた九州北部豪雨、えー。これは河川の氾濫や土石流が発生して、熊本県、大分県、福岡県で死者や行方不明者が、えー、出ました。うん、ここではですね、その入道雲、積乱雲の風上側に次々とどん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 ,どんその入道雲が発生して、うん、同じ場所で強い雨が降り続くという、もうどん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 発生して、バン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 降り続くという、うんえー、バックビルディングと見られる現象も起きました。うん、だから、あの、局地的っていうのは、まあ、 すごいけれども、すぐにやむかなっていうふうに思う印象を持ってらっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、こういう現象もあるんですね。うん、うん。で、えー、この積乱雲っていうのは、雨だけじゃないんです。雷とか竜巻などのトップ季節によっては氷が降ることもあると。 特に雷は東海地方など太平洋側の地域で夏場に多く発生するということですから、特にこの地方は注意が必要です、ねうん、恐らしいね、やっぱり改めて自然の力ってね。そうですねいろんなものを、ね、あの持ってきちゃうこの積乱雲なんですけれども、さっき予想は、ね、できんと言いましたけれどもね、はい、地震とかなんかと比べて、上の方を見上げると、ね、ムくムくしてたり、何、はいね、やったら、ちょっと気をつけなきゃな、はい、とは。 ですね。あの、真っ黒い雲が近づいて急に周辺が暗くなるとか、それからまあもちろん雷の音が聞こえたり、光が見えたりするとか、うんね、冷たい風が急に吹き出したりとか、うんうん、これは積乱雲が近づく兆しですので、うんあっ ちょっとやばいかなっていうふうに思わないといけないかもしれませんね。で、そんな雷なんですけれども、うん、雷から身を守るにはどうしたらいいか。うん、いろんなことよく言われてますがあの、正しい情報、間違ってる情報、いろいろあるみたいなので、気をつけてくださいね、うんあの。雷の音が聞こえたり、光が見えたら、すぐにまあ安全な場所に、これ、建物や自動車の中などに避難すると。うん、それは安全という安全な場所ということです。はいで雷 光ってから十秒後にゴロゴロと、こう、音が聞こえたら大体、うん、だいたいね。三点四キロ離れているっていうことになるんですって、うん。音速ですよね。はい。うん、それから、えー、あ、あのー、お聞きの A. M. ラジオにノイズ、ガリガリガリっていう雑音が入ったりすると。近くに雷雲がある場合があります。うんはい、で、この雑音の間隔が短くなると、さらに近づいてきているということになります。ラジオを聞いてると、そういった情報も。 取れる。さすが AM やな。<laughs> ということでしょうかね。こういうことも検知できるという。はい。はい、AM ならではですね。<laughs> 雷は高いものに落ちやすい。まあ、うん、平面にも落ちるんですけれども、近くに高いもの、例えば木とか、ちょっとこう、ビュッと伸びた突起物みたいなのがあると、はい、そこを通って雷落ちる傾向にあります。うん、え。で、あのー、そういった場所で、あの、開けた場所なんかそういうのがあったりすると、人間に、こう逆にね、 雷落ちやすくなったりするということですので、<ー>気をつけてください。特に私なんかはね、何に落ちやすい<今>何に落ちる、気や突起物にと言ってましたね。突起物なので、はい、はい、ちょっと気をつけないかんわ雷も容赦さんと思うけど、<laughs> ちょっとこっ、<laughs> はい。 え清さんの。清阪さんと思ってる。い。まあ、いー真面目な話をしているんですかやめてください <laughs> 小さ。小高さんのそばの近づかんとけばいいよね。小高さんにバーンと大きいから落ちますからね。<laughs> きませんはい。えー、まあ、安全な場所に避難できない場合、今年はね、東京で木の下に避難したい。だから、ほら、木の下に避難っていうのはよくないわけですよ。雨宿りでわからんでもないですがね、うん、気持ちとしては、ザーンと雨が降ってくる。はい、これ、積乱雲系の雨が降ってきたときに、何もなかったら木の下で、ちょっと雨宿りしようか という気持ちが湧き起こりますよね。そうなんです。でも、それやると危ないぞっていうことですね。はい。はい。ね、だから、あの、木の下ではなくて、はい、高いものから逆に離れて、うん、さらに姿勢を低くして、この雲が去るのを待ってください。 であの今、携帯電話とかスマートフォンとか、いろいろ皆さん持ってらっしゃると思いますので、うん、あの雨雲レーダーなんかで具体的にね、そう,そういった情報も取ることができますから、上手に活用して、安全確保、気に気をつけてください,、ね、はい自然の力は本当に恐ろしいなと実感しております。